2025年にハースから F1 に参戦するオリバー・ベアマンは現在 FIAF2 でチームメートであるアンドレア・キニ・アントネッリといつか一緒に世界選手権で戦いたいと語ったベアマンは今年のサウジアラビア GP でフェラーリから F1 デビューを飾りポイントを獲得したその後彼はハースと契約を結び2025年より F1 にフル参戦することが決まっている F1 でのレースを終えたベアマンは現在、FIAF2 で2シーズン目を過ごしている。プレマレーシングからフル参戦するベアマンのチームメートは、高い評価を受けている17歳のアンドレア・キニ・アントネッリだ。アントネッリ自身も今年初め、メルセデスの2025年のシートの有力候補として浮上し、F1 で注目を集めていた。ルイス・ハミルトンがフェラーリ移籍を決め、空席ができるためだ。 現在、ベアマンは、それが実現するか、あるいはアントネリがグランプリのパドックで別の場所を見つけることで彼らのライバル関係と友情が次のレベルに引き上げられることを期待している。僕たちは常にお互いをフォローし合い、ほぼ同時にステップアップしてきたとベアマンは、フォーミュラ 1.com に語った。僕は君のことを昔から知っている。僕たちは F4 で少しの間レースをし、 シミュレーターで多くの走行を行った。そして今は F2 でチームメイトになっている。彼が F1 に参戦することを願っている。彼はそれにふさわしいからだ。いつか彼と一緒に世界選手権で戦いたいと思っている。それが僕たち二人が目指している道だと思うからね。今年起きたすべての出来事を経て、ベアマンは今でも自分が F1 で名を挙げたことを信じられない思いでいる。 僕はフェラーリでデビューできたが、そんなことは長い間なかったことだ。そして僕が最年少のフェラーリドライバーになったという事実は、僕にとって本当に特別なことだった。フェラーリは、もちろんレースや F1 の分野において、世界で最も象徴的なブランドの一つだ。車の絵を描くとしたら、色は赤だ。レース、勝利、成功、そして素晴らしいドライバーの代名詞でもあるブランドだ。 もちろん世界選手権を制覇したいし、それをフェラーリで達成するのが僕の夢だ。彼らは2021年から僕を支援してくれている。彼らは早い時期から僕の何かを見抜いていた。彼らは僕を信頼することに決めた。ジェッダで僕をドライバーにすること自体、フェラーリ側にとっては大きなリスクだった。それは彼らが僕を信じ、僕の能力を信頼していることを示している。 当然のことかもしれないが3月の衝撃的な F1 デビューと F1 契約を締結したことの興奮はその間のベアマンの F2 シーズンに多少の影響を与えたベアマンはオーストリアで優勝を飾ったものの現在37ポイントでランキング15位にとどまっている一方アントネ・リィは先月シルバーストーンで優勝したハンガロリンクでも2度目の優勝を果たし 現在87ポイントを獲得して7位につけている。メルセデス F1 のトトウルフ代表がアントネリをメルセデスに直接昇格させるという計画を撤回するかどうかはまだわからない。ウィリアムズがカルロス・サインツと契約したことで今や同チームでアントネリに1年間技術を磨かせるという選択肢はなくなっている。来年については何も公式の発表はない。 正直何もわからないので、あまり考えたくないと、アントネリはハンガリーで語った。僕はまだ F2 で多くのことを学んでいる。今もかなりの数のミスを犯しているのは間違いないし、本当に重要な細かい部分を、まだ適切に行えていない、正直なところわからない。僕は向上して同じミスを繰り返さないように努力している。ハンガリーでの勝利がその証拠だったと思う。